に乗っていたんだ。僕は京介がこのバスのどこかに絶対乗ってると思うな。あ？このバスに？一緒に来たくてしょうがないって顔だったじゃない。だってあいつ3年だぞ。修学旅行には去年行ってるだろ。いや、ありえるな。どんな手段を用いても楽しいことには参加しなくちゃ収まらないのが京介だ。うん、多分どこかに隠れてるんだ。Yeah!